どうも、おはようございます。かじ塾の久保です。さあ、今日ね、あと5分ほどしたら、皆さん、お待ちかねのお帰り子さんがやってきてくださいますえ。今日はね、とってもいい話が聞けると思いますよ。特に最後はね、今日ご参加いただいた方、まあ、YouTube ご覧の皆さんも同じかと思いますけども、皆様にえ、得のある話でございます。得のある話って言ったらね、損得感情みたいですけども、うん あの、やっぱり自分もやってみようとかね、そういうふうにできるんだったらあ、自分にもできるかもしれないって思わせるようなキーワードがね、どん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 出てきます。で、今、あの、私の速下塾、塾生さんの数で言えば、1000人を超えてね、あと何人いるかわかんない状態です。1000人まではカウントしたんですけども、そっからね、もう数えることをちょっとやめてしまったのが2 0 1八年、二千十9年かな、からだったんですけども、その中で月収100万をね、 その、継続的かどうかわかりませんけども、一回でも達成した方っていうのは、やっぱりね、200人以上いるんですよ。200数人。だから2割ぐらいの方は、月収100万を経験してるんですよね、人生の中で。どうですかね皆さんのお住まいの環境の中で、10人集めてそのうちのね、1人か2人が月収100万いたことありますよって聞いたことあんまりないと思うんですよ。だから、誰と関わって、誰の声を聞いてるかとか、どういう人と関わってるかっていうのは、 自分の収入にものすごく関係するっていうことと、収入があるってことは、それ誰かから受け取ってくれるわけですよね。誰かからお客様から受け取ってるわけです。喜んで、あなたにお金を払いたいですって人の合計が月間100万円突破してるってことは、あの、今日ね、あの、いらっしゃる岡井理子さんもそうなんですけども、あの、より多くの方々のお役に立てているっていうことが、そのまま、 現実化してるってことなんじゃないかなと思うんですよね。もちろん、月収がそこまでね、20万とか30万の方が、おい、役に立ってないじゃないかっていう、そういうことではないですよ。そういうふうにね、挙げ足を取らないでくださいね。あの、基本的にはね、私ね、あの、令和新選組の山本太郎さんの言う言葉の中で、あの、生きてるだけで価値があるっていう言葉が結構好きなんですよ。やっぱり世の中ね、誰かの役に立ってないとダメみたいな風潮がありますけども、確かにね、お役に立てることは素晴らしいことですけども、人にはいろんなタイミングがあって、 お役に立つタイミングもあればね、人のお世話になるタイミングがあって、そうやってなんかうまく支え合ってると思うんですよ。今日は岡井理子さんの、まあ、人生をね、一部聞くことにもなると思いますけども、やっぱりね、辛い時期とか動けない時期もあったわけですよ。でもその中で今は多くの方を、まあ、癒してらっしゃるというところですよね。特に今日の岡江理子さんのお話っていうのは、人の話を聞くって仕事なんですよね。人の話を聞くことがなんで仕事になると思いますそれはですね、 人の話を聞いてくれる人が現実いないんですよ。自分のことは喋りたい。でも人の話はもう聞きたくない。まあこういうふうなね、自分のことを認めてくれない。自分のことを励ましてくれない。自分のことをいたわってくれないっていうふうなね。なんか言ってみれば自分の権利を主張するんだけども、隣の人の権利がちょっとね、鈍感になっている、これ私はオレオレ主義って言うんですけどね。あれ俺の弁当は俺の休憩時間は俺の権利は俺の給付金は なんであいつらばっかりお金が払われて俺のとこ来ないの不公平っていう言葉はさすがにね、私もいい言葉だと思いませんけども、不公平とか不平等って必ずあるんですよ。だから工夫や努力や助け合いで乗り越えていくんだと思うんですよね。まさに今日はいろんな不公平にいつも心を痛めてらっしゃる方が世の中に大勢いてね、その人たちの思いを受け止めてくださる岡江理子さんが より多くの人のお世話になってあ、あの、お役に立っているところがね、うん、なんかすごくいいことだなと思うところもありますし、あと、おかえりこさんって、この YouTube のね、私の即歌塾の関係でご覧になっている方って、最初から月収100万じゃなかったでしょやっぱりこう、いろいろとことを始めて、一歩二歩進んできて、で、私の朝のライブ放送でね、コメントを書いてみたいなところから見てるわけじゃないですか。 で、最初から何もね、岡谷理子さんが出てきた時に、君臨してたわけじゃないんですよ。まあ言ってみれば、こうね、普通の人っていうかね、うん、なんかこう、野原に咲く野菊のようなところからね、今、大吟を咲かせてるわけですよ。だから私はこう思います。うん、誰でもできる、とまで言いませんけども、ただね、誰でもやれるんじゃないかなっていうふうな希望を振りまいてくれてるんじゃないかなと思います。あの、実はなんでこんな言い方したかっていうと、がありまして、まあ、人によってはね、あの、 お電話などで人の話を聞くのが、やっぱりなかなか大変だっていう方もいらっしゃるんですよ。だからそういう人までに、いや、みんなできるよ、みたいなことを言うと、それもまたね、あの、余計なプレッシャーになりますんで、人にはそれぞれ特質がありますのでね。その特質を活かしたお仕事で、人の役に立つことができると思います。で、今回は、岡入子さんは、人の話をとにかく聞くっていうことに関してですね、ものすごく力を発揮してくれたんじゃないかなと思います。え、それではね、間もなく9時になりますので、そろそろ、 始めていこうと思います。えっと、本当今日はね、皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。えー、私のズームライブ、こうやってね、やるたんびにいつも来てくださる方がいるのは非常にありがたいことでございます。皆さんありがとうございます。こうやってね、実はね、私もね、ズーム対談のご出演をこうやってお願いして、今日、オカリコさんと対談するじゃないですか。誰も見に来なかったっていうのが一番ね、私としてはね、<laughs> 何やってんだみたいなところがありますんで、ああ、よかったと。本当に参加してくださる皆さんに感謝でございます。でも、その代わりでその分だけ、時間をね、割いていただく分だけにね、あのー、損がないような、これから60分になると思いますんで、よろしくお願いします。それでは、そろそろ私のお話はこの辺にして、おかりこさん,こん,ん。こんばんは。わこんばんは。よろしくお願いいたします。音量大丈夫でしょうか こちらはよく聞こえてます。皆さんも聞こえにくかったらコメント欄などで、あの、ご指摘いただければと思います。よろしいですかねはい、よろしいみたいです。ハートマークがちょっと上がってきましたね。はい、よかった。はい、あ、しみさんいつもありがとうございます。早朝にもかかわらず、いつもね、来てくださるんですけどもね、今日は、あの、岡井理子さんのお話を私も一緒に聞きたいと思います。今日は調子いかがですかはい、おかげさまで。 元気です、はい、あの私のいる広島では明日雨になるそうでね今日いろいろと、えー、庭の仕事がね済ましたんですけどもやっぱりこうね明日が雨になるかなと思えば今日中にやっとこうっていう風な気持ちになるんですけども人生ってのは明日何が起こるか分かんないですからびっっくりしちゃううことって多いでですすよよねね本当にそうですよ、ね、今日のお話の途中でも聞こうと思うんですけども今日一日こうやってね 過ごした後で一緒に対談ライブをさせていただいてもう何回か目になると思いますけども実際今日みたいな日が自分の人生に訪れるってね、はいまあ、いろんなことを出版されたりとか収入上がったりとかありましたけども、はい、自分の人生にこんなことが起きるなんてびっくりだわって思っちゃったりします思ってますよ <laughs> 本当にもうドキドキして今もドキドキしてますけど見るばっかりで 自分がこうして出させていただくようになるなんて、うんはい、全く想像もしてませんでしたでもこういったことが次の誰かの励ましになるっていうのは強く感じまますすすよねねそそうです、ね、そうで思いますあのやっぱりねまあ今日は月収ばっかりを強調してもねちょっと歪んだ形になるかもしれませんけどもあえて言いますけども月収100万って誰もが夢に見るけど、はい なかなか現実化しない数字ではあると思うんですよ。先ほども私申し上げましたけども、私から見てもね、即下事業の熟成さんで、2割から3割ぐらいの人が経験はするんですけども、でもほとんどの人がね、自分には関係ない世界じゃないかなと思っちゃうんです。でもこれ私言いますけど順番に来ますからね、やっていれば。お帰りコさんは多分今回自分の順番が来ちゃったんだと思います。そんな感じあります そうですね。なんか改めて金額をねこうしてなんかすごく人ごとのような感じが今でもしてるんですけれど、特別なことをしたというよりはもう続けてきたらこうなったっていうのが本当に正直な感想です。はい。じゃあ今日はねこの岡井理子さんの素敵なおだやかな声にのせてですねお話しさせていただきますけども、ええー、人がね一旦揃ったと思いますので。 あのここら辺からですね、岡江理子さんの自己紹介、もしね、これ YouTube を通じて初めて聞く方がいらっしゃっていけないんですけども、簡単に自己紹介ちょっとお願いしてよろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と、岡江理子と申します。うん、初めての方もよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私は久保先生と出会ったのが2017年の夏頃だったと思うんですね。ちょうど久保先生が時代に合った乗り物に乗るっていう。 タイトルの動画を出されていてそれがすごくいいよってお友達から送っていただいてその動画を見た時に衝撃を受けたんですよね。この時代馬車に乗ってる人いませんよねっていうのがすごく私の心に響いて、うん、でそこからあ面白い素敵な先生がいらっしゃるなっていうことでっか塾にご縁するようになってで毎日あの先生のライブがあることは知っていたし毎日こう 通知をいただきながらも、ずっと幽霊、熟成というか、何もアクションもできずに、ただただ受け取るばかりの私だったんですけれども、途中で病気になってしまって、3年ほど、本当に社会からもう全然断絶っていう時期があって、それでも久保先生の毎日のメールの通知っていうのが、まあ、社会と結びつけてくれていって。 である時元気になってきた時に、あのー、やはり何かをっていう,こうきっかけになったんですね先生の顔を見ていたら <laughs> なんか私も何かしなくっちゃっていう感じでそして一、まあ、年発起をして何かできることはって考えた時にもうずっと寝たきりだったのでもう唯一できるのは人の話を聞くことぐらいかもっていうところから。 ご縁して今ここならというプラットフォームで電話相談のサービスをさせていただいております。そんな感じです。はい、えー、丁寧にありがとうございます。何かね、あの私とエリコさんのま馴、あ、れ初めというか、出会いなどをね。話されるとちょっと照れくさいものがありますけども。まあでも私なりにね。あの伝えるタイミングがやっぱあったんだなと思うのと同時にですね。あの、そっか。塾っていうのはオープンして。 10年になるんですけども、毎日こうやってね、放送をし続けてるんですよ。時には1日に何回もしてます。動画の更新も多分登録したらびっくりするぐらい皆さんの元に行くと思うんですね。これなんでかっていうと、当然ですけども、全部のライブや全部の動画を見てるわけないと思うんですよ。でも私が発信をやめると、それすらご縁がなくなっちゃって、おせっかいながらね、思うんですけども、情報発信をする人とか、何か人に伝える人って、 やめてしまえば受け取りようがなくなっちゃうんですよね。ですんで、100回に1回かもしれない。3年に1回かもしれないけども、その一応信じて私はこれからもね、放送を続けていこうかと思いますし、きっとですね、その中で、まあ、岡井理子さんも一部そうかもしれませんけども、だんだん人ってきっかけがね、訪れたり、やる気が出てきたり、いろんなタイミングがあるんで、その時に、例えば、 ああ、こうやったね、ビジネス塾という形を取ってますけども、サポート期間が6ヶ月ですよとか1年ですよって言ったら、うん、なんかこう、気持ちが盛り上がる前に、あ、サポート終わっちゃったみたいな感じで、結局チャンスをなくしてしまうのかなというところがありまして、これからもね、あの、私がね、60になっても70になっても、こういう形でやっていければなと思いますんで、あの、まあ、大川英子さんもね、今すごいたくさんの方と関わり持ってらっしゃいますけども、これから何かね、自分の、 コミュニティとかオンラインサロンをやろうとしている方もなんかね、自分からね、折れないでほしいなというところがあります。ただ、やっぱり休憩も必要なんで、もし休憩するときは自然に休憩するんじゃなくて、1ヶ月ほどお休みをいただきますみたいにやるとね、よろしいかなと思います。ちょっと私のことをまた話しすぎちゃうんで、岡谷理子さんに次のね、ちょっとびっくりしたあ最近の現実を私聞きましたんで、皆さんも一緒にね、耳を傾けていただきたいと思います。 えりこさん、あのはい、ついにね、はいはい、ご依頼が1000件を突破されたということだったんですけども、はい、最近のお仕事内容っていうのはどんな感じなのかなってこととあとね、はい、今日もう正直売り上げも岡えりこさんの口から聞きたいと思いますの、ね、で、うん、その辺もよろしかったら教えてください。<laughs> はいわかりました。えっと、先月3月に1000件を突破して、で今日の時点で、 さっっき見たたら件になってました <laughs> はい、えー、とそうですねその実績数っていうのはもうなんかコツコツ積み上げていたら、まあ、そんな風になってたよねっていうところで改めて数字だけ聞くと私もわあすごいなっていう風に思ってるんだけれどなんか淡々とやってきたらいつの間にかなってたねっていう感覚です。で最近はえっ、ー、と 電話相談の仕事をしてるって言うとなんかすごくアドバイザーさんっていうか人の解決をしてくれる人っていうふうに思われがちなんですけれど私は本当に話を聞くっていうことがメインでやらせていただいてるので、あのー、どちらかというとアドバイスするっていうよりはもうだんだんと聞く。で最近はこう、 たわいのないお話をする相手がいないっておっしゃる方がものすごく多くってで今までだったらこのお仕事の合間にね同僚の方とちょっとこう何気ない話をしたりとか、うん、あと主婦の方だったらねママ友ランチに行くとかそういうふうだったりあと昔って割とあの気軽にお友達にお電話してお話なんかする機会あったと思うんですけど、うん、最近ってネットが。 こう普及してからはお電話する前に一旦ラインで今お電話いいですかとか聞いたりしませんか、うんうん、そうするとわざわざ相手に聞いてまで時間を取ってもらうほどではないけど話したいとかいう方が結構おられるので、うん、もう私がやってることって本当に雑談っていう感じなんですよねそうするともう長い方だと一年ぐらいの付き合いになってもう本当ああ お友達と会話をしてるっていう感じそれがもうメインになってきていますだからそんな深刻なお悩みが来るっていうよりは雑談してるっていうだからどんどんそういうネット友達が増えてるっていうような感覚でお金をいただきながら何か私の方が楽しませていただいてるっていうのがメインです、はい、あとはそこからこう私は本もちらっと先生が言ってくださったんですけど、はい Kindle の本を読んでくださった方からまたあのどんなふうにやってますかっていうお問い合わせをいただいたりしてサポートをあの自分もやってみたいっていう方のサポートなんかを今最近はメインでさせていただいているって、まあ、2つの柱っていう感じになってきてますね肝心なその突破した売り上げなんていうのはあ売り上げだああ売り上げはですねえっ、ー、と先月100 120ちょっと手前ぐらいいいでででしたすすすすすごいですねにすごいですねねが <laughs> ありもうね最近では100万とか120万っていうと年収ですかみたいなそんな風潮にも世の中になってきまして、はい、日本っていうのはすごく残念な国になってきたなとこれは個人の力ではなくてもしかしたら政策のせいなんじゃないかなと私は思ったり。 こういうね、閉塞感溢れる社会にしてしまった何かがね、もう個人の力ではなくて全体的ななんかね、雲が立ち込めてるような日本なのかなと、時代なのかなと思ってしまうんですけども、でもその中で、え、うん、オカリゴさんみたいにね、苦しい中でも何かこう突破口を開いてる姿っていうのは、また今日も、 10名近くの方いらっしゃってますけども、それから YouTube をご覧の皆様ね、多分百数十名になると思いますけども、やっぱりあ自分でもできるかもしれないなっていう気持ちにさせてくれると思うんですよ。うん、やっぱりこの売り上げっていうふうな数字になってくると、ちょっとね、遥かカナダみたいに思う方もいますけども、これ、あの、岡谷理子さんも最初からこうじゃなかったですもんね。最初は本当に一件からドキドキしながらっていうところからだったですもんね。そうです、そうです、そうです,うです。もちろん。 私と話すのにお金払ってくれる人がいるなんて想像もしてませんでした。でも、こう今ね、振り返ってみると。その相談をしてくださる、いわゆるお客様にも。人間関係ってあるはずなんですよね。はい、家族とか友人とか、でもそういった方が。自分のお話を聞いてくれる、その時間を取ってくれなかったり。もしかしたら。何か話したらね、仲が悪くなりそうだから、ちょっと黙っとこうかなみたいなところが。多分、すがるように。 エリコさんのところに言ってくださいみたいな感じで来てくれると思うんですよねそういった背景を想像すると今うん、これは想像になりますけども世の中ね身近な人に話せないことがたくさんできちゃったのかなと思うんですけどもそんなこと感じたりしますあ、感じますやっぱり、うん、周りの人に言うと逆にね、心配をかけてしまうからあ<ー>言いたくても話せないんですっておっしゃる方もいればあとは、うん 墓場まで持っていこうと思ってたけど誰かに聞いてほしいっていうね方もいらっしゃいますそうなんですよね話せないことって思ったより自分の心を塞いでしまうんでどっかでね潰れてしまったり爆発してしまったりするんですよねあの本当にね,ね人と話すことって救いなんですよねちなみにねえいこさん今の状況っていうのは、はい、あの想像できました、はい いろんな意味で今のそう、うん、状況っていのはい,やいや全く全く想像してなかったですね気がついたらこうなっていたみたいな感じですよねそうですそうですだから魔法の杖があったりとか、はい、なんか夢のような方法に出会ったっていうよりも、はいはい、自分のできることをや、はい、やらせてもらえるここならっていうところで表現しただけみたいに私は見えるんですけども<あ>そういうことだったんでしょうかそうですおっしゃる通り他にできること何かないかなって思った時にもう本当 これぐらいまあもうこれぐらいしかもう聞くぐらいしかできないだろうっていうところからの、うん、だからやりたくてやったっていうよりも他に選択肢がなかったっていうのが正直なところです。うん、はいありがとうございます。あのね結構今すごくいいことを言われたんですけどもあの結構一歩を踏み出せない方とかあのなかなかねうん自分の思った通りの成果に出会えない人って結構さ彷よっていて。 例えば、ビジネス系のメールアカジンたくさん撮って,てね、情報はいっぱい持ってるんですけども、どれか一個選べないとかね、たくさんありすぎて選べないみたいなことになっちゃってるんですけども、で、結果、あれもこれもちょいかじりちょいかじりして、なんか知らないけども、疲れちゃったみたいになるんですけども、今ね、これしかできないからこれをやりましたっていうのは、あの、簡単に言われたようですけども、多くの人は、あまりにも多くの情報に触れすぎてね、迷っちゃうんですよね。だから、結局は、 一つからやっていこうっていうふうにすることだと思うんですよ。これは、あの、岡江理子さんも、これしかできないというふうな表現されてましたけども、たくさんできるんだけども、結局取りかかるのは一個だよねっていうふうにしないと、力分散してね、結局、これがダメでもあるがあるさっていうふうになってしまって、ずっとそれが続いちゃうかなと思うんですよね。で、えり子さんは、あの、もともと即果塾の出会いっていうのは、もう2017年くらいっていうふうに言われてましたけども、 入塾後すぐにこういったここならにしても他のことにしても始められたわけではなかったですよね。そうなんですよ元気だった時はそれこそ今先生がおっしゃったみたいにまだ他にはやれるることとがあるんじゃないかとか結構さまよっていましたね,、うんうん、ねうとどれも魅力的に見えてどれも手を出してみてでもちょっとやってみてあ大変だなと思ったらこっちのまだ手をつけてないのどうかなっていうふうに。 まあやっぱりこうねうん、分散してしまいますよね、意識もエネルギーもね。そうですね。<も>そうだったと思います。でもこうして今、ここならで1000件っていうことになると、逆に他のことってほとんどできない状態だと思うんですよ。まあビジネスとかにしてみたらね。はいうん、それがよりここならに集中させて、この数字を達成させたというふうにも思いますけども、ここならの中でも、こうやってね、はい、あの同じ、 あの案件をね、1000という通じまで行く人ってなさなかいなかったんじゃないかなと思うんですよ。いろんな事情で、えー、辞めていったりとかね、別のものに魅力を感じたり、うんまあ、例えばそこそこ稼いだらそのお金をよくわかんないね、投資に入れてみて、またなくなってみたりとかね。<laughs> <laughs> でも、岡井理子さんのように、できることがいつの間にかあの上手になって、それが楽しみになってっていう、とても素晴らしい段階を踏んで今日に来たってことは、まさに プロフェッショナルのね道なんじゃないかなと思うんですよやっぱりねいやいややって稼ぐっていうのはやっぱ続かないんですよね,すねむしろ楽しみ方を覚えながら感謝でやらせていただくと <laughs> なんかね明日もやっていこうかなとかね自分の居場所だなっていう風うにだんだんなっていくのかなと思いますけどねどうでしょうかそうですねもう私も最初は3年ぐらいほとんど引きこもって誰とも自分自身が会話もしなかったような時代が でそこからだったので最初のうちはそれこそ声も出ないぐらいだったんですけれど、はいうん、お客さんからねなんかすごく、あのー、力をいただいたというか、うん、お客様が元気をくださったというか私の方が励まされちゃったような感じで、うん、なんか一人で悶々としているよりは。 こう会話をすることでお金をいただきながらなんか私が元気にしていただいたみたいだから本当に感謝あふれる毎日で,、うん、で私自身がもう楽しくなっちゃって続けているうちにだんだんとこう仲のいいお客様ができてきたりなんかして、はい、でそんな感じで続いてるっていうところですね,、うんねあの。ビジネスを続けられる人ってそういう感覚みんな持つと思うんですよね。あの 飲食店をやっていても、遊戯場をやっていても、お店をやっていても、会社をやっていても、出勤が楽しくなってくるとかね。それからそこで出会う同僚とか部下とか、なんかすごく身近な人に思えて、なんか愛おしくなっちゃうとかね。でも今、出勤したらみんなお金をいただく職場で憎しみ合ってるわけなんですよ。 で、どうやって論破してやろうかなとか、揚げ足取って自分の正当性を認めさせてやろうかなみたいなね、時には上司の揚げ足を取ってね、上司に恥をかかしてしてやったりみたいなね、まあ、そんなユーチューバーさんもいらっしゃって、いや、そういうんじゃないんだけどな、みたいなね、やっぱり人のおち儀ってのは温かく包んであげてね、で助け合っていく姿がお客さんから見ても、この店いいな、この会社いいなってなることだと思いますし、なんかちょっとね、あの 人々の寂しさとかやりきれなさが身近な人への攻撃とかに向か,向かっちゃうのは非常に、まあ、辛い、えー、現実だなと思うんですが、この岡井理子さんも、あの、当時ね、数年前ですけども、いろんなことがあって、職場のことや社会のこととか地域のことでいろんなことがあって、結構ね、苦しい病気に苦しんでおられた時期もあるっていうふうに今日もおっしゃってくださいましたけども、その中で心細さとかね、寂しさとかもあったと思うんですよね。 で、状況的にかなり行き詰まっていたっていうのを、これまでも何度も聞いていました。まあ、京都はね、全然想像もつかないような過去からやってきたわけなんですけども、で、なかなかね、これは聞きづらいことなんですけども、はい、いや、こんな辛いことがあったんだけども、はい、でも、なんとかやってこれたんだよっていうふうな、まあ、そういうふうなね、今なら話せるみたいなことがもしあったらね、申し訳ないですけども、<ー>少しお話しいただけると助かるんですけどはい、わ、はい、かりました。えっと、私は、もともと、 働くことが好きだったので、うん、元気にしてたんですけど突然ある日突然本当に病気になってしまってああで倒れてしまって、うん、でそれこそもうその日がもう山場ですみたいなぐらいもう命を落とすかどうかぐらいのことに、えー、もうある日突然本当に突然なってしまって、はい、でそこからあの闘病に入るんですけれど、うん、やっぱり 強いお薬をつく使ってしまったことですごい副作用がひどくて<ー>で一時はね本当も,もう無気力、うん、何も考えれないし、あのー、もうそれこそ消えちゃいたい、うん、周りの関係も全て立って自分からしまって。 でも本当にこれはね事実なんですよ。ここで言うのもあれなんです。わざとって思われたらあれなんですけど、本当のことなんだけど、久保先生からのメールマガジンだけは私解除してなかったので、はい、毎朝ピコーンってくる、それだけが本当になんかつながってるんだな、社会とみたいな感じでしたね。だからまたそこで こんなふうに取り上げていただけるようになるのってなんか私もなんか運命を感じるというかありがたいなって感謝でしかないです。わあなんかありがとうございますなんか私も、はい、なんかねもう涙が出てきそうです <laughs> そんなこと言われたらいやでも先生が続けてくださるいつもあの YouTube 開けばいてくださる、はい、で朝もし起きれたら 間に合ったらっていうねもうすごい私もあの優等生ではないんですけれども時間に間に合えば先生もあのコメントすれば声をかけてくださるそういうこう居場所がねあるっていうことがどれだけ、うん、あのでも先生から一度もねあの何やってるんだ出てこいよとか <laughs> お叱られたこともなくでも参加すれば温かくあの迎えてくださるしなんかすごく居場所があるんだなっていうのが すごくありがたかったですし、やっぱり私が続けてこれた一つの原動力としては、私も先生のような場所になりたいという思いがね、どこかにあの基礎になっているというか、それは間違いなくあると思います。はい、よろしくです。きっとね、はいまあ、今日この動画多くの方が、そっか自の塾生さん見ていらっしゃると思うんですけども、あのそうじゃないかと思う。 見てくださってると思うんですけども、特に祖課長の熟成さんの中には、自分のコミュニティを運営してる方もいらっしゃって、今、あの、現実に稼働してるところがね、いくつかあるんですよ。例えば、そのうちの一つに、リファイトクラブって言って、これ私がね、参加していて、熟成 <laughs> が師匠になってる、そんなね、面白い格闘技のクラブがあるんですけどもね。あの、まあ、その彼も、あの、かなりね、今みたいな、 えりこさんみたいなお気持ちをね、持っていらっしゃって、うん、あの、参加者に励まされるっていうかね、うん、自分のなんかこの接点が、このインターネット、YouTube の向こうに行ってくださることが、なんか24時間、うん、頭の中にあるそうなんですよ。これ多分他の人もそうかもしれませんけども、自分で作ったコミュニティって、自分の子供のようであり、自分を温かく迎えてくれる親のような存在でもあるんですよね。うん、で、今、岡えりこさんが、 ここならっていうコミュニティから広がる今日のライブもそうですけども、この前のねあの、ここなら王子さんとの対談もそうですけども、あそこに集まる数百名の方、もっといたら、これから出会う人も含めるとね、やっぱり1000人とかっていう規模になってくると思うんですけども、それが多分岡井理子さんのなんか王国みたいなところなんじゃないかなと思うんですよ。で、そこでねあの、女王様っていうことではないんですけども、きっといろんなものを分け合って、なかなかこの現実の ねこの、寂しいとさっきね、この国が寂しくなってきた、時代が悪くなってきたと私表現しましたけど、うん、その中でも、現実に岡江理子さんの、あと夢の世界をね、今作れてるんじゃないかなと思うし、そこではもう、みんながね、支え合って、励まし合って、あの、なんとか、頑張って次の日を迎えていこうっていうのはね、素晴らしい世界だと思うんですよね。私はだからね、コミュニティ運営って、そこが醍醐味だと思うんですよ。もちろん、コミュニティを運営している以上、何がしかの費用をいただいて、 えー、コミュニティを維持する責任が、例えば今回はね、おかり子さんにあるのかもしれませんし、そっか時間の私にあるのかもしれませんけども、でもなんかこれはね、なんか私服の労働なんですよね本当はお金のために働くって大変なこともあるはずなのに、うん、全部が喜びだったりしませんかはい本当にありがたくて、感謝でいっぱいっていう、<laughs> そういうのがすごく嬉しいですよね。 そうですよね。だからまさに、この思いっていうのは、コミュニティを運営している方ならみんなね、感じてくださってるんじゃないかなと思いますし、コミュニティじゃなくてもね、自分の家族とか、あの飲み友達を持っている、趣味の友達を持っているところに、ものすごくね、より所ころを持っていることだと思うんですよ。なんかそれとよく似てるかなと私は思うんですよね。だからなんかこう、仕事ってなんかすごく、救いだったり、楽しかったりするんじゃないかなと思うんですよ、本来ね。 うん、あと私も子育てでもう一段落したんですけれど、はい、やっぱり誰かに必要としていただけるっていうのが一つすごくこう生きる支えになるっていうか、はい、もう病気になっちゃったし子供にとってもお母さん必要ないしって思うともうぽっかり穴が開いてしまったり、うん、そんなことも思っていたんですけど今は少なくとも ここならのお客さんであったりコミュニティの仲間の人でもあの私がいつもここにいるよっていうことであの心強く思って助けてって言ってくださる人がいるとまた私もすごく嬉しくなってなんとか、うん、一緒に頑張ろうねって言えるそういう環境っていうのがすごく大事だなありがたいなって思えるようになりましたいやー本当すごいですよね。あの お話、今日途中でね、あの、誰にも会いたくないとかね、消えてしまいたいみたいな思いを持ったことがあると思いますけども、同じこの日本に住んでいて、今、全く違う思いを、おかえり子さんはね、お持ちだということで、これはだから、ある意味ね、自分がこう変わったってことでもあると思うんです。自分が変わることによって、周りの人に与える影響も変わってきたのかなと思いますけども、やっぱりね、今のおかえり子さんのお話とちょっと重なるところがあると思いますけども、 今ではこうして多くの人のね、悩みとか苦しみっていうのに寄り添って、で、貢献してると思うんですよね。で、すっかりその道のね、私から見るとちょっと大物になったような感じなんですけども、<laughs> このビジネスの一番の喜びって、何だと思いますもうこれ同じことを聞くようですけど。ええ。やっぱり、私を必要としてくれる人がいる、私は生きてるっていう実感が持てるっていうことと、 感謝ができる自分でいられるっていうことを、あとは、うん、そうですよね、お金をいただくのにありがとうって言っていただけるお仕事を選んでたのがすごくラッキーだったなっていうふうに思っています。すごく分かりやすくありがとうって言っていただけるのはすごく嬉しいです。うん、そこがまあ一番の喜びかなっていうところですよねそここは本当に私も共通するところでね。はい なんかその、結局、そのビジネスって私ね、不当化交換だと思うんですよ、いつも。はい。支払ったお金以上にたくさんもらっちゃったみたいな気持ちを持つお客様と、自分が提供したもの以上のお金もらっちゃったっていうふうに感謝するあの事業者さんがね、両方ともなんか得したみたいな環境。はい、これ、お互いに不当化交換してるんですよね。それ一番いいことですよね。<laughs> <laughs> あの、元々はビジネスは10交換だよっていう風に教わって私は始めたんで、ギブアンドテイクとはいって、やってもらった分だけお返ししましょうねっていうところから始まったんですけども、私はそっか塾をね、立ち上げた時に思ったのが、10交換っていうことにはならないかなと思って、はい、当時ね、あの、カフェに行ってちょっと考えたんですよ。はい。まあ当たり前のことなんですけども、コーヒーが300円だとしたら、原価が300円だけないですよね。はい。はい でもお客さんは300円が安いと思って300円払って美味しいコーヒーを飲むときに、はい、実は原価30円ぐらいのものに対して安いと思って300円払ってる。まさに不等化交換してるわけですよね。で、お店の方は30円のものを300円で出すんだけども、お客様から300円いただくんだけども、はい、でも300円でも安いと感じさせるのはサービスをなんかね、10倍返しぐらいでやってるから、これ成り立つと思うんですよね。そうですね。すべての商売が きっとそういうバランスでできてるときに、もらった以上にお返ししようっていうふうに、お客様の方も、商売をしてる人も思うと、すごく丸く収まるのかなと思うんで、はい、そう考えていくとね、はいあの、今年に入って何件か続いて起きた、あの、回転寿司の事件とかっていうの <laughs> 本当はなんかね、情けねえなと思ってよね。<laughs> はい、もう、お客様のことを信じて、もうフリースタイルにしてるのに、そこになんかね、 ねえ引け込むようにああいうことするとねもう逆に「ね、あ,あだったら寿司屋行ってやるぜ」みたいな気持ちになっちゃって <laughs> <laughs> なんか YouTube 界はかなり盛り上がったところがありますけどねそうですかねでもやっぱりこの不登校交換っていうんですか岡井理子さんもこんなにもらっちゃっていいのかしらみたいに思う反面<え>お客様は、はい、いやこのぐらいで。 自分の思いを受け止めてもらってありがたいなと思うからリピートしたりとかそれが広まって1000件という数字を120万という売り上げを作ってると思うんですよね。あのお客様がね値段を上げた方がいいんじゃないって言ってくださったり最近は、はい、あとねおひねりをくださるお客様もいたりね <laughs> なんかねすごくあったかいんですよ、うん、だからそれもまたすごく嬉しくって。はいだから 仕事なんだけど仕事じゃないみたいな私のもうライフワークみたいになっちゃっていて、うん、すごくもうそれも良かったなっていうふうに、はい、もう感謝ででかないですけどね、まあ、そこに行き過ぎますよね、はい、あのそしてそれは多分今日この放送をご覧になっている皆さんが本当にね憧れてるところだと思うんですよ。ですんでねこれからもおかりこさんにはまたこういった形で、はい。 暴走に出てきてきほしいなと思うわけですけども、はい、あ,ありがとうございますでもやっぱりいいことばかりじゃなくてね、ちょっとね、はい、次はね、はい、そうじゃない面も聞いてみたいな。お手柔らかにしてくださいね。あ、いやいやそんな怖いことでもないですけど、今回のテーマを今30分ぐらいお話しさせてもらってまとめるとするとね、はい、キーワードは、継続っていうことね。はいえー、100万突破するまでの継続、1000人を超えるお客様の対応までの継続。はいはい、そして まず一歩やってみようっていうふうに、はい、えりこさんもベッドの上でね思ったはずなんです、はい、まず一個やってみようか、はい、1>, 1個千0 0 0個やるにしても一個なんですよね。そうですねで一個やった時は1000個やるなんてもう思ってなかった一個をこなすの精一杯だったと思うんですよ。はいですんでねこの「まず一歩やってみる」っていうことのキーワードと「継続」っていうキーワードこの2つをね、はいはい、の50代っていうものと重ね合わせた時に、まあ、お互い50代だと思いますけども、はい、あの躊躇する人って多いと思うんですよやっぱり40になっても50になっても。はい でそういう時にえりこさんの想像するていう何だをする人の,一番の怖さっていうのはおそらくこう未知のことっていうか、うん、経験してきたことないことに足を踏み入れるっていうのがわ、はい、からないから恐怖っていう感じなのかなっていうふうに思います。 確かにね、未知のものって怖いんですよね。はい、何が出てくるか分からない。暗いホラー穴に入っていく。その時に、松明がないから、はい、いつ足を滑らすのか分からないし、はい、天井に頭をぶつけるかもしれない。うん、まあ、怖い猛獣が出てくるのかもしれないっていう怖さはありますけども。はいはい、でも、なんかやっぱりね、常に希望があるんじゃないかなと思うんですよ。はい、例えば今回は、エリコさんがやり遂げたっていうことが、 今放送をご覧ににななっっててる方の希望になってねやれば何かができるかもしれないな。うん、例えば月に100万じゃなくても、はい、30万とか10万とかっていうのはありえるんじゃないかなっていうふうに思うと一歩って進むのかもしれませんし特に私は思うんですけども得意なことっていうふうに限定しなくても苦手なことでもやってみればね、はい、あの絶対にこれ反応っていうか結果が出ると思うんですよ。 あの案外ね苦手なことでも頼んでくる頼りにしてくれる人が見つかるかもしれないんで、はい、自分の特技とか経験の中でやろうと思うとなんかすごくねマーケット絞られてきちゃってうんできることが逆になくなってきちゃったりとかもっと言うとね、はい、特技で失敗したらダメージものすごくでかいんですよだから特技を使うのももちろん全然悪いことじゃないんですけども、はい、それでうまくいかずに まあ私みたいなね、50代になってしまった時って、苦手なことをやったらどうなるかなっていうふうな好奇心が、私が思うね、怖さに対する勇気になるんじゃないかなと思ったりするんですよ。で、それをちょっとね、証明する意味でもないんですけども、私はだから、今年は10月1日にキックボクシングの試合をちょっとね、設定して出てみようかなと思って。すごいですよね。怖いですよ。<laughs> すごい。<laughs> 私、格闘技の経験はないですからね。 だから、<laughs> すごいです <laughs>。トレーナーも、もしかしたらね、いやー、ちょっと無理だからやめた方がいいですよって断るのから、任してくださいって言ってくれたんでね。心強い。はい、だから私がどっかで、この根性をね、出さないと、多分その人にも迷惑かかっちゃうと思うんですよね。うん。まあ、ですんで、私なりに、その、勇気とか希望をね、な、はい、くさないように。 トレーニングに打ち込んだりとかね面白おかしくやっていったりとか、うん、なんかそういった姿で私も得意分野じゃないところで何かねことを起こしてみようというふうにななっって思ったわけなんですよあやっぱ先生がそうやって背中を見せてくださるっていうのはすごくねまた励みになりますので素晴らしいなと思います。 <laughs> ありがとうございます。<laughs> まあ、あの、私はね、ついついね、自分のことを話しちゃって恐縮なんですけども <laughs>、でも、はい、怖さに向かっていかなければ、やっぱり怖いままだと思いますんで、はい、あの、やっぱなんかね、もう一花咲かしてほしいなと思うときに、なんかこう、今日のエリコさんじゃないですけどもね、先頭、先,先を走る方の姿をちょっとね、見に来てほしいなと思いまして、今日は、 ライブ放送にたくさんの方が参加していただいて、はい、なんか伝えられるもんがあるんではないかなと思うときに、はいあの、昔からアンズルが、案、うん、ズルより産むが安しって言葉ありましたよね。はい、うん。だからね、これね、時期が来たらやってみようと思ったら時期が来ないんで、うん、時期は来てないかもしれないけども、うん、一歩出して、足を出してみようかと思うと時期が来るような気がするんですよ。で、そういったところからね、あの今年はやってみようと思う、まあ、40代とか50代の方、 ここうういいいっった方がねねらししゃるということを想像して、ねはい、ちょっとこうえりこさんから励ましのメッセージをね、はい、5分ほど目安にお話しいただければと思うんですけども、はい、いかがなもんでしょうかはい,い,いですか,かりましたはい、はい、じゃあお願いしますはいえっと一歩を踏み出す勇気とか難しさっていうのは私自身が一番よくわかっていますもう 続家塾に入塾してももうずっと一歩も出せなくてで病気になってからはもう3年間も引きこもってしまったしもうずっとこう暗闇の中にいる時期が時間が長かったので一歩が出せない人の気持ちはもう誰よりも分かっていると思っています。それがそんなきっかけで一歩を踏み出してみたら自分で。 これぐらいしかできないだろうとか勝手に思い込んでいたことが意外と周りの人からのいろんな声がけだったりとか周りの状況も変わってきてですね,ね思ってもいない力をいただけたりなんかしてで久保先生もそうですよねあのいつも時間にいてくださるので。 何かこう、一声つぶやいてた時に、先生、ちょっと私、こんなこと始めてみましたって一言メールをしただけですごく励ましのメッセージを、しかも YouTube 動画で何度も先生くださいましたよね。だから、もう何年も何年も、もうなんか、 出来の悪い熟成だったにもかかわらず一言こ言何かアクションをしたことですごくまたフィードバックをいただけてそれも励みになりでそこでまた一歩を踏み出した時にはまたお客様からのお声がけいただいたりとかどんどんあ私なんかやってていいんだみたいな感じで少しずつ自信になってきたっていうのが実感なので。 あの一歩が踏み出せない気持ちはすごく分かるんですけれども何でもいいからあのちょっと一歩が難しいなら半歩でもいいから何かやってみると意外とやってよかったなって思えると思いますしあのここにいらっしゃる方は少なくとも、まあ、YouTube をご覧の方も久保先生とつながったで私ともつながったっていうことになるのでもし一歩が出せずに。 悩んでる人がいたらぜひあの久保先生でもあっても私にでも一言何かあのお声がけくださるといいなって思いますけど先生いかがでしょうか。はいあのもちろん私もお声がけいただかなくてもおせっかいにも <laughs> <laughs> 語りかけることはねやめないつもりですけども岡井理子さんもね今回まあ大きな成果を出したということもありますし。 あの、今日はね、あの、岡江理子さんのビジネスにフォーカスしてずっと話してきたんで、ああ、だったら自分もここならで何かやってみようかなと思うことでしたら、ぜひね、岡えり子さんに、あの、いろいろとねあの、具体的なことを相談してみるといいんじゃないかなと思うんですよ。はい、ね。もちろん、あの、いろいろと岡えり子さんにもお忙しくなっちゃったりとか対応できないことってあると思いますけども、でも何らかの形でね、きっと助けてくれると思いますんで、はい <laughs> 少しでも、あの、頼りにしてみるっていうところが最初の小さな一歩なんじゃないかなと思うんですよ。あの、結構ね、私も込みで思うんですけども、なんか自分の人生がね、良くなった人っていうのは、なんか誰かも助けてみたいんですよね。うんうん、助けると言うとおこがましいんですけども、うんうん、大丈夫だよって、なんか力貸すよみたいな気持ちになっちゃうんですよね。はい よくね、あの、まあ、ビジネス全般で言うと、本当に儲かるビジネスがあるんだったら、人にわざわざ教えずに自分でこっそりやるに違いないっていう人いますけども、私は逆でね、いい方法があるんだったら人に話したいんですよね。で、もっともっと豊かに自由になって、で、余裕ができたところで、まあ、バーベキューでも食べましょうかみたいになっていけばいいと思うんですよ。<laughs> うん、特に人が生きていて、私もそうですけども、 ご縁が持てる人ってそんなに無数にいるわけじゃないんで、もうせいぜい本当にね、一生生きてても、まあね、本当千人とか二千人とかと関わり合えるかどうかな、その中で濃い関係って本当に数十人のまんまで人生終わっちゃいますから、だからそのわずかな人とね、あの、何かができることって素晴らしいことだなと思いますし、その中で、まあお金に困っていらっしゃる方とか仕事に迷っていらっしゃる方に、何がしかの自分の経験からヒントが もし差し上げられるものだったら、どんどん差し上げたいなと思うんですね。多分、エリコさんもそういうお気持ちをお持ちだと思うんで、負担にならない程度にね、あの、今日、この放送をご覧の皆様から、なんかメッセージが来たらね、答えてあげてほしいなと思うんですよね。はい。で、もうちょっと具体的に言うと、ここならってどうやったらいいんですかってことを聞いてもいいもんでしょうかエリコさんに。もちろんです。私がやってきたことも全部何でも聞いてくだされば。 特にお電話で話を聞くっていうこと以外にも無数に世の中の仕事と同じぐらいやることが心の中にはありますもんね。そうですねまずはパソコン苦手な方でも、うん、私もパソコン苦手でしたけどそんなのにチャレンジしたりとかはい、はい、いろんな側面でチャレンジできることいろいろあると思います。 そうですよ。もう出版もされたんでね、自分の本を出してみたいって方もぜひね、相談 <laughs> してみてください。<laughs> はい。はい。それでね、ぼちぼち放送も、ちょっとまとめに入っていく時間なんですけども、今のお話も込みでね、もう自分も頑張っていきたいんだっていう人、小さな一歩を踏み出してみたいんだっていう人、えりこさんから素敵なプレゼントがなんかね、あるっていうふうに、えー、打ち合わせの方で聞いてみたんですけども、あの、そちらの方は、 ここででで改めてておお話しししももいいいいいのなんでしょうかか、ね、かはい、はい、お願いしますす私ら岡井理子さんの、ね、出版をですねあの手に取って読んでみたい方あの励みになりますのでお申し込みいただければと思いますし先ほどもお話ししましたけども自分もここならで何かをやってみたいという方ねここならのアカウントの取り方とかその中の操作法とかねあのやっぱりこうできてる人に したい部分があると思いますから、一人でもできるんですけども、せっかくここでね、ご縁ができましたんで、ここは小さな一歩、大きな勇気ということで、えりこさんにここならのことを教えてもらっていいですかっていうようなね、メッセージを打ってもらいたいと思うんですよ。この二つですかね、出版の方はあの、これは書籍の方をえりこさんに連絡したらなんかプレゼントをしてもらえるんですか、うん、えっと、今回先生の方に、あの、本の うん、URL をお送りしたと思うので、はい、もし概要欄の方に貼っていただければ、うんはい、あの、n d l e 本で出してるものなんですけど、うん、あの、そこでもうそのまま読んでいただくように、うん、ご購入いただかなくても読んでいただけるように、今回させていただきたいと思いますので、そうすると、最後に、あの、はい、無料相談できますって、私とつながってくださいっていう、LINE の QR コードがついていますので、はい、そこから私の方にお話ししたいことがあるんですとか言ってくだされば対応させていただきます。はい、皆さんよろしいでしょうか素晴らしいプレゼントになりましたね、これは。あの、まあ、書籍、PDF だったかな ?URL であのご覧になれますので,で、それを、ね、読んだ後で、感想とともに1時間ほどね。 時間とってもらえると思いますのでで時間ぐらいでしたっけあもちろんあの1時間もいらないって方はね短いでもいいんですけど、ね 2> <laughs> はい、まあ2時間3時間ちょっと勘弁してもらって最大で 1, <laughs>、はい、1>, <laughs> 1時間でいろいろとご相談をねここならの始め方からでもいいですしね、はい、自分の最近の出来事でもいいですしね、はい、ああの今日はえりこさんと私がねお二人で話してる状態ですけどもこんな感じで。 トークを繰り広げてみてもよろしいんではなかろうかと思います。はい、もちろんね、すあの、ここならで、何相談員さんをっていう立場なんですかねえりこさん。あ、そうですね。うん、そうです。はい。相談員さんとして、どういった形で具体的にやってるのかとか、どんな相談が来るんですかみたいなことをね、赤裸々にシークレットで 1,、はい、1>, 1対1ならね、聞けると思います、ね。はい、ここでは聞きにくいですけども。<laughs> はい。何でも話します。<laughs> はい。 はい、そういうことでございます。皆さん、ステリアプレゼント、よろしいでしょうかね。はい、あの連絡先っていうのは、あのどんなもんでしょうか。なんかこう、<っ>私の方から出しちゃっていいですかね。あはい、そうですあの。よろしくお願いします。はい、あそうか書籍の最後に LINE の ID があるんでしたよね。そうなんです。はい、まず読んでいただいて、それでどんな人か分かってくださった上で、ご連絡いただけたらと思います。はい そうですね。じゃあ、まずは皆さん、書籍を読むことが大事でございます。最後に、きわることがついてます。<laughs> はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。それではね、今後のことなんですけども、え、まあはい子さん自身、今後の人生をさらに輝かせるために、はい、2023年もうね、4ヶ月目に入っちゃったんですけども、今年なんかね、はい、やってみたいこと、例えば、はい、ビジネスもそうなんですけども、はいまあ、他の趣味事とかプライベートとかね、もしかしたら恋愛も。はい んかこのやってみたいこととかね、はい、何のこう制限もないとしたらどんな感じになります、はい、まさに夢を語ってほしいんですけど。夢ですかもうそんな先のことはあんまり今は考えれないですけど、うん、あの Kindle 本から出会ったお友達っていうか、はい、お友達になってくださった方がもう少しで100名になるので。おすごいで今は全部私と お客様私とっていう,こうあの全部私個人とつながってるって感じなので、はい、今年はそこでもう同じ志を持った人たちというか、うん、みんな本当に前向きでいい方たちばっかりとご縁いただいているから、うん、何かこう交流できるような場を作れたらいいなっていうのは、うん、今すごく考えています。 あそれはぜひね、なんか実現するといいですね。はい、そうですね。今日みたいな、リモートの場で、ズームかなんかでね、はいはい、同時に接続っていうのもあるかもしれませんし、はい、ちょっと恥ずかしがり屋の方が多いようでしたら、はい、まあ別の形でね、なんか匿名サロンみたいなのを作っちゃったりとか。はい、あ,あとは一番いいのはあれですよね、ねやっぱりライブですね。生で会う、ね。なるほどです。 でで会うそうすそなんですよ <laughs> これね私だけかもしれないですけどもそっかしも人数増えたんで全国オフ会っていうのをね、はい、やった時期があってそれが2018年から私行ましたよどうでしょはい2018 2019年全国47の時本当に回ったわけですよ。はいお会いしました。ねおかげさまで、まあ、お金も何とか続いたのと、はい、各地区でゆうこさんはじめお迎えしてくださる方がいたんでできたんですけどもね。うーん やっぱりこう軽自動車であちこち回ったんで北海道と沖縄以外はね軽自動車で回ったんでヘトヘトだったんですけどももう行くとき行くときめちゃくちゃ楽しかったですよねもう皆さんね本当にね大歓迎でしたよね私も芸能人さんに会うような気分でしたよ<ー>先生そうなんかそんなね <laughs> 錯覚も覚えました私も <laughs> 楽しかったです楽しかったですよねあなんかこういうふうに身を結ぶんだ、はい って思いましてもっと貢献したいなというふうな思いにもなりましたしね。あううん、まあうんあのあれからねあのコロナ禍みたいな形でねいきなりできなくなっちゃったんでまたあの最近はそう感染症のことも穏やかになってきたみたいなんで、はい、なんかいろいろ考えていけるのかなと思いますけどはね。はい、まああのなんかこうまずは近所でやるとかね。はい まあまあいいですね、そういうのもね。はい、なんかあんまりここで固めちゃうと、はい、やるんですかみたいなことになってもいけないんで、ね。<laughs> また何かちょっと考えてみ,、ね、みたいなって思います。ゆる、ね、く考えていきましょう、その辺で。はい、はい。まあ夢ですよね。はい、だからなんかね、人って苦しくても希望があったり夢があったり、将来に何か楽しいことがあると頑張っていけるのかなと思うんですよね。はい。まあそういったことをね、実現させるためにも、あの、まあ、お金って必要になってくるんで、 うん、どっかで皆さんお金をね、稼いで、はい、もっともっと素敵な人生をね、歩んでほしいですし、お金があるとお金を使うことができるのが素晴らしいなと思うんですよ。うん、う自分のね、好きなお店にお金をどんどんね、使っていって、はい、そこもなんか豊かになるみたいな。そうですねなんか、うん。いい日本がちょっとずつできていくのかなと思いますけどね。うん、思います。はい、まあ話は尽きないんですけども。はい。 もうそろそろ最後のご挨拶に入っていこうと思います。あの、繰り返しになりますけども、本当にね、あの、1000件突破と売り上げの方おめでとうございます。ありがとうございます。まあ私もね、本当に嬉しいなと思うのは、まあ、少なくとも私、人を稼がす塾をやってますんで、稼ぐ人がどんどん増えるのに力を惜しむ気持ちは全然ないんですよ。だ残念ながら人にはあのタイミングというのがありますから、私がいくらやる気でもね、 ちょっと今忙しいんですって人に無理強いはできないんで、私ができることは待つことなのかなっていうことと、あとはね、私の方がいつも何かをやっていることなのかなと。そういう意味で言うと、もう立派に岡江リコさんは、あの、まあ、偉そうなこと言えばね、志をついてくれたんじゃないかなと思いますし、きっとエリコさんがそうやって日々やってる姿っていうのは、周りの人にものすごくね、勇気やモチベーションとかを与えると思いますし、今は、 無理でも、そのうちやってみようかなっていうふうな、小さな、こう、息吹をね、立ててるんだと思うんですよ。本当に、そういうのをまとめる意味で、素晴らしい今日は時間を、私もいただいたかなと思ってね、あの、感動のしっぱなしでございました。皆さんも同じように感じてると思います。あの、えりこさんから、今日最後のご挨拶、視聴者の皆様、その他、YouTube をこれからね、一週間後、一ヶ月後にご覧になる方もいると思いますけども、はい、ちょっとメッセージをフリーにいただけたらと思いますけど、いかがでしょうか。はい。 えっともうコロナ禍になったりしてあの孤独とかもうなんか人との関わりもね少なくなってきたちょっと世知辛い時代かもしれないですけれど、うん、でも少なくともここでご縁してる皆さんはもう久保先生がまずいらっしゃるということでもう。 一人じゃないっていうのはね、すごくあの大きな力というか安心感にもつながるので、うん、信じて、それぞれ皆さんタイミングがあると思うんですけど、何かを始めてみたいなって思った時には、あの、先生を信じてついていかれる。で、また、私、こんな私でもよ,よければ何かお手伝いをさせていただきたいという気持ちは、こう先生と同じなので、一声かける。まずはその、助けてじゃないですけど、 なんかこう、一声を上げるっていうのも、一つの一歩かもしれないですよね。なので、そんな感じで、あの、希望を持っていただけたら、嬉しいです。はい、ありがとうございます。まさにおっしゃる通りでございます。あの、ぜひね、しばらく、私の方に、メール一本打たなかった方も、これを機会に。<laughs> いや、最近の増税話きついっすよね、ぐらいの。<laughs> なんか、 いい話ないですかとかね。<laughs> 何でもいいんで送っていただければ、その100倍ぐらいの <laughs> 濃い動画でメッセージを送り返しますんで。<laughs> びっくりします、本当に先生から。<laughs> 本当にありがたいです。<laughs> いやでも本当に、ね、つながってることは皆さんつながってると思うんですよ。それでね、あのやる人が諦めなければ、私は全員を、ね、月収100万ぐらい持っていきます。あらゆる方法で。うん、これは約束しますよ。 私の方からもうちょっと私無理ですよって、あなたのサービスちょっとこの辺に勘弁してくれませんよってことはないですからね。うん、誰が諦めるのかっていうと、私じゃないんですよ。誰がやられないのかっていうと、それはね、私じゃないんですよ。うん、そこはね、ちょっとこう、師匠風吹かして言わせてもらいますけども、誰が稼ぐのを諦めたんですかっていうことを私はね、これからもやんわりとお伝えしていきます。でも、やめなければいつの間にかね、目の前のこと一生懸命やってたら、 稼ぐことはみんなできますよ。100万じゃなくても、それが30万でもすごいことじゃないですか。月にプラス5万、10万がコンスタントにずっと続くだけでもすごいことじゃないですか。まずはそこ行きましょうよ。今の収入、先月のプラス5万とか3万とかって。これ絶対不可能ですかね、皆さん。いけるでしょ。そしてプラス3万になったら、次はもう2万足して、元々の収入からプラス5万。この積み重ねが、今日のエリコさんですよ。ね、一気にいかないですから。 ということをね、最後は強くメッセージとして、お伝えして、まあ、任してくださいってことをね、改めて <laughs>。<laughs> あ、そうだ、だう先生、最後一言言い忘れてました。はい、お願いします。えっと、私、ずっとね、何もアクションせず、先生から通知ばっかり、歌う、あの。 受け取るばっかりだったんですけどでも先生に一声メールをしたらすごいもう丁寧にあのご連絡をくださったりなんかしてだからやる気のない時に先生ってせかしたりは絶対なさらないんですよねだけど何かちょっとアクションをすればすごく愛情いっぱいで返してくださってでも私なんかって思ってたから自分なんかって思ってたからすごく躊躇する部分があったんですけど先日ですね私の方から久保先生に先生 のの時間をいいたただきたいんですって言ってて言あのコンサルをお願いいたしますっていうふうでお願いをしたらもうほんとすぐに先生快くお時間を作ってくださってそこから思いもよらないようなもう私びっくりしました今までコンサルもいろいろ受けてきましたけれどあのお値段以上っていうかすごい満足感いっぱいで具体的なあの いいこともたたくさん教えていただいて、だ私自身何でもっと早くさっきあの声を上げたらいいですよなんて皆さんに言っておきながら私も声を上げれてなくてもっと早く先生に「あのお願いします」って言えばよかったってなんか遠慮する必要はなかったって思ったのでそこをちょっと。 あの熟成の皆様にメッセージできるなら大きな声で言いたいと思います。でも、先生のからでは一つしかないので、早めに声を上げた方がいいと思います。<laughs> 以上です。ありがとうございます。いや、本当にね。そう言っていただけると非常に嬉しいですね。あの、皆さんね。コンテンツとコンサルって大きく違うんですよ。私が提供しているコン,コンテンツってのは言ってみれば最小購買数的な発信なんですよ。 多くの人には刺さるけども、個人のことを言ってるわけではないんですよね。コンサルっていうのは、あなた一人のためのことを考えて、それこそね、いつ起きていつ寝るか、何を食べるかってことも計算しながらスケジューリングするわけなんですよ。だから圧倒的に違いますんで、やっぱりこのコンサルっていうのはね、まあ、なかなか捉え方難しいと思っていらっしゃる方もいると思いますけども、より一歩関係を深めるための時間になると思いますんで、 あのまあ,あの、お申し込みくださいと言ったらね、なんかね、<laughs> セールスみたいになっちゃいますね。めちゃくちゃお安いし、めちゃくちゃ内容が濃いのであの、使わないのはね、もったいなかったなって思うぐらいなので、先生、明日から忙しくなると思います、あすみません。<laughs> どんどん来てください。まあ、あの損はさせません。あの皆さんの生活、収入、向上が私の役割ですのでね。うん、もう誰もコンサル、ね、申し込まなかったら、私、政治家になりますんで。 あれ政治家でも、ね、私服を肥やしますんでね <laughs>。そっち行かかれますか <laughs> いや、でもね、50代のうちにはやってみたいですね、市議会議員でも、県議会でも。できれば、国政の方にと思うんですけども、ね、YouTuber からね、なんか国政制度も2つ、3つできてますんで、まあ、変な話じゃないかなと思うんですけども。 あね、参加する政党がちょっといまいち決まらないですけど、ね、<laughs> <laughs> 自分で立ち上げる勇気もないですしね。あそっかまあでもちょっと遠い私の、それが目標ですね。すご,すごいですね。はい。まあいろいろとお話ししてくださってありがとうございました。あのコンサルのおすすめまでね。まああの、損はさせませんし、あの、なんと言いますかね、皆様の成功のためにお役に立てるように私も生きておりますんで、えーはい、ご遠慮なくご連絡いただければと思います。 はい。というとことで、今日の放送はこれで全部以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。じゃあ皆さんもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。あの、今日1時間、もうね、22時です。お疲れのところ聞いていただきましてありがとうございます。え、それではね、次回、次回ですよ。Zoom 対談。お申し込みの方がもう出てきそうな雰囲気でございます。ね、コミュニティされてる方。そして、コミュニティはしてないけども、 自分のこっそりやってるビジネスを広めたい方はね、私と対談すれば必ずその商品を売れますからね。今まで売れなかったことないですよ <laughs> はい。ということで、あの、いろいろとやり続けると長い話になりますんで、コメントもいただきました。ありがとうございました。染田さん、それからあやさちゃんね。えりこさんどうもお疲れ様でした。今日は時間取っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。参加していただいた皆さんもお疲れ様です。それでは今日は終わりです。お疲れ様です。失礼します。 ありがとうございました。